ねえ、あなたはどこにいるの？ここってどこ？あなた、爪切ったことある？いいから。その切り取られた爪にあなたはいる？爪にあなたはいるの？髪は？だったらここにくっついている髪の毛はたけしだけど、こうやって抜いた途端これはたけしじゃないんだ。じゃあ腕を引きちぎったら、ねえ、腕を引きちぎったら、その腕にたけしはいるの？じゃあ足をちぎったら、胴を切り離したら、脳を取り出したら、あなたという存在に実体はない。あなたはただの概念だから。情報、ソフトウェアと言ってもいいかもしれない。 CD に焼かれた情報に実体はあるの？ CD はただのプラスチック、ポリカーボネートという物質の塊。それは情報とは何の関連もない。情報の実体なんかであるはずもない。
情報に形はない。ただ専用のアプリケーションを用いることによってのみ情報は具現化される。しかし具現化されたその情報の形さえ本質ではない。本質は情報それ自体を指すのだと。たけしも同じ。たけしという本質に実体はない。なぜなら倉成たけしという人間の本質はただの概念、情報、ソフトウェアに過ぎない。それは肉体というハードによってのみ再現される。そう、肉体はハードウェア。たけしという本質を具現化するためのただの道具。今から12年前、私はあるウイルスに感染した。そのウイルスのおかげで、ウイルスのせいで私の遺伝子のコードは書き換えられてしまった。細胞は日々生まれ変わっている。生まれ変わり、そして死んでいく。通常人間の体細胞は5年後には全て入れ替わる。12歳の時ウイルスに感染した私の細胞は、その瞬間からゆっくりと細胞分裂を繰り返し、5年後細胞は全て入れ替わったの。つまり私の肉体を構成する全ての細胞の遺伝情報が5年の歳月を経て全部書き換えられたということ。最後の一つとなった細胞が死んだ時、12歳の時の私は跡形もなく消え去ってしまった。そして古い私は死んだ。古い私は死に、新しい私は死なない体になっていた。私の免疫機能並びに代謝効率は著しく能力向上し、テロメアは回復し続けるようになった。そう、私は決して老いず死ななくなった。私の成長はその時に止まったままなの。17歳のまま、決して老いることはないの。ただの冗談。引っかかると思ったんだけど、ダメだったみたいね。なんだ、たけし、やっぱりバカじゃなかったんだ。どうしたの？どこ見てるの？もっと近くで見てるの？